日本を代表するオフィス街丸の内では今日東日本大震災クラスの地震が発生したとの想定で大規模な防災訓練が行われました。これは丸の内エリアの開発を行っている三菱地所が関東大震災の3年後の1926年から毎年行っているもので、今回で86回目です。訓練には丸の内にあるおよそ30棟のビルで働く1600人が参加し、非常階段などを使ってビルから避難しました。こちらではビルの中で火災が広がっているという想定で逃げ遅れた人の救助訓練が行われています。また東京消防庁と連携した消火訓練も行われ、逃げ遅れ者の救出やビルへの放水なども行われました。21階です丸ビルの、はい、そうですね、結構なかなかすぐ逃げられないので、実際に起こったらどうしようかなっていう感じはあります。階段が長いので。 3.11 の地震の時もかなり揺れましたし、その場合やはり火事なんかの場合は、まあ、煙の問題もありますし、どういう経路で逃げられるのかっていうのが分かってるだけでもだいぶ違いと思います。三菱地所の担当者はこうした訓練で各企業との連携など災害が起きた時の町全体の防災対策を確認したいと話していました。